こんにちは、パッピーチャンネルの泉ひなです。前にその自分が悲しんでいる時とか落ち込んだ時、絶望に陥った時に、感謝を忘れがち、周りで支えてくれている人、励ましてくれている人、応援してくれている人、見守ってくれている人、たくさんのそういう人たちの存在を忘れて自分のことだけになっていたりとか、もしくはもっともっと苦しい時はもう自分の存在すら忘れてしまって、もう自分の存在がない状況に陥っている時とか、そういったことがあるんですが、なので自分が悲しい時こそ周りに感謝する、ありがとうの数を増やしていくというお話をしたんですけれども、例えば大切な方を失った時の悲しみ、私は最愛の両親を亡くしているんですけれども、その時の悲しみって本当に誰といても孤独を感じるような絶望感というか、もうそういった時にお葬式とか、もう本当にいろんな方からこう励ましの言葉をいただくんですが、それの返事だとか、そういったことがとても煩わしく感じてしまうぐらい、今はその悲しみたいっていう気持ちもあったんですけれども、そういう時にでもこうお葬式があって、そして香典返しをしなければいけない、その香典返しっていうのも本当になんとも悲しむ暇を与えないぐらいこう忙しくなる状況っていうのが、実はそこに当てはまるのかなって。悲しい時こそ感謝をするっていう、でその悲しむ暇を与えないようなそういう儀式っていうか、だからなんか、悲しい時こそ感謝をするがイコール香典返しっていうのが、ちょうどそういうためにあるものなのかななんて思ったりしました。